はは、い、こんばんばです今回の話はですね NHK から国民を守る党の大橋正信議員いるじゃないですか、まあ、この方は千葉県の柏市議会議員の方なんですけれど、はいまあ、この大橋さんといえばですね、まあまあ、N 国党の中で立花さんよりひょっとしたら N 国党の議員として 頑張ってるんじゃないかって僕個人的には思うんですねはいまあ立花さんに失礼かもしれないですけどは <laughs> い <laughs> 橘さんに結構あの国党の議員として頑張ってるような感じなんですねこの方ね僕個人的にはですねはいまああの第二の立花隆みたいな方なんですねこの大橋さんねまあ最近なんかねあのサーファー隆からあの 脅迫あの大橋をぶっ殺すみたいにね言われたんですねはい相当あの、まあ、脅迫みたいなやつですかねあれあれを言われた方でもあるんですねまあその大橋さんがあのなんかねあそういえば大橋さんサーファーたか隆さんと会ったんですよね <laughs> 確か海老名市長選挙の時にはい あのサーファーたかしとねやりあのやり合ってましたねなんかどっかの方でコンビニの前かなはいまあ、それも <laughs> 見たんですけどねはいまあそのね大橋さんがなんか YouTube のチャンネルがチャンネルのアカウントがですねバンされたみたいなんですねはいまあ Twitter でもね私の YouTube チャンネルがバンになったようですもう何回目だってね<笑>,笑いながら。 やっていってるみたいで、まあ、それでまた作り直しますので、チャンネル登録お願いしますってね。<laughs> まあ、大橋さん <laughs>。はい。まあ、大橋さんにとってはユーチューブのチャンネル。ね、バンされても別に。多分平気なのかな。まあ。大橋さんに言うのはあれですけど。僕が言うのもなんですけど、ちょっと。大橋さんは、まあ、ユーチューブバンされても別に。ね。 痛くも痒くもも痒まあねまた作るみたいですからね YouTube でねはいまあこれでですねあのまあ大橋さんのアンチとかですね、まあ、N コクトーの、まあ、アンチの皆さんが、まあ、喜んでるらしいんですけど喜ぶなぜ <laughs> この番,な番になったことで喜んでるのかねまたどうせ。 <laughs> またあの作り直すから喜ぶのはまだ早いと思うんですけどねはい <laughs> はいまあ多分このバンされた理由は多分まあね大橋さん結構なんて言うんいいですかね橘さんのようになような,な,んかなんて言うんいいですかね橘さんのようにっていうかあの橘さんとちょっと違うんですけどなんかか あのー、いたずら電話のこの電話番号さらしたりとか NHK の方をまあリアねしたりとかですねそれもやっぱあったのでやっぱ過激なやっぱ動画がやっぱあったからそれでバンされたのかもしれませんねさっ、ま、き、あ、YouTube 自体厳しくなってますからねあれね、はいまあ、それもあるかもしれませんね手の開けで今日はね NHK から国民を守る党の大橋正信議員がの YouTube チャンネルがバンされたことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。